よーし、じゃあ着替えてもらおうか。これですね。おお、仲介していいですか、仲介していいですか。来たー、 J です。もしかするとあんた俺様を助けに来てくれたのか。海賊なんだ。オーマイゴッシュ、なんてこった。俺の大事な通信装置がなくなってしまってます。じゃなかった、なくなってしまってる。これじゃ子分どもが見つけ出してくれるのをただ待つしかねえぜ。しかしこんなんじゃ一体いつになることやら。お願いだ、どうか。なるほど。え、海の底、マジで海の底に沈んでいる。よーし、行くぞー、水面よーし、俺よーし、入水。どんな感じで通信装置があるの、ここ。あ、これかな。あ、あった。え、こんな簡単なの。早っ。え、これ楽、一つでいいっていうのが楽だな、マジで。恩人のあんたには後日お礼の品を送るぜ。助かったぜ、本当にありがとうな。と、お、来たね。ベリーベリーサンキュー、助けてもらったお礼にこのお宝をもらってくれ。嵐を呼ぶ男 J。おお、海賊の火事、どんなんやろ。はい、ドーン。おお、めちゃくちゃいいじゃん。おお、ジョニー固定についても動画出されますか。もう簡単に言うと、もう島のね、もうこの左から下と右、すべてのとこに全部もう外側にもう柵を埋め込んでます、こうやってね。そしたら必然的に、まあ固定、まあここだけね柵してないんですけど、このエリアにジョニー、もしくはまあ J がね、固定化されるということで、すごいね効率はいいですね。うん、いちいちあの島中を探して回ってね、J をね探さなくても済むんで、めちゃくちゃ簡単。これ簡単、すぐ終わります。これは周回の動画出そうか。あ、オッケーオッケー、出します。じゃあ、わかりました。出します。はい、皆さん、中野内です。こんにちは。きつっ、やだな、やだな、この挨拶。恥ずかしいって、公開収録なんてやだよ。きつ、恥ずかしい、きつ。まあ、今ね、こうやって、まあ、J 君が、いるんですけども、周回ができるやり方を、ご説明したいと思います。はい、 J 君は、まあ、ランダムで、島にこうやってね打ち上げられます。はい、もう多分ね、曜日とかっていうのは多分ランダムなのかな、決まってはないとは思います。うん、J 君がまあこうやって打ち上げられる日まで、時間を進めます。はい、まず時間を進めますね。はい、でそして J 君を、見つけたら、その見つけた日、例えば7月7日、今7月7日に設定してるんですけども、この7月7日を、固定化します。日付を絶対に変えない。はい、日付を変えません、もう今後ずっと。で日付を変えないで、でまあ話しかけます。ジョニーと似たような感じですね。ジョニーと似たような展開にはなると思うんで、はい、ここで通信装置を探してくれという任務を与えられます。はい、で、まあ、嫌だと言っても、はい、任務与えられますね。はい、あ、これかな。はい、はい、そして通信装置を、見つけました。これを、J 君に届けます。
はい、そしたらお礼としてね、あの次の日になったら、まあ郵便物として、海賊の家具かな、まあ服とか、まあいろんな家具の、あ、なんだ、いろんな海賊の、グッズじゃねえけど、なんかもらいます。はい、なんですけども、これを、まあ、日付を変えずに、もうこのまま7月7日の状態で、そのままセーブして終わります。で、まあ記録が終わりましたと。でこの画面になったら、ホームボタンを戻って設定、で日付と時刻変えます。まあ日付は変えない、ごめんなさい、日付は変えずに、時刻だけ変えます。4時の、59分でいいです。4時59分に変えてプレイ中戻ります。はい、でまあ家から出ますよね。でそしたら、まあ、ベルが鳴ります。まあ5時になったという、ベルですね。まあそしたら、まあ、5時になったら、まあはい、こうやってアナウンスになりますね。しずえちゃんのアナウンスが始まります。でアナウンスが終わったらですね、アナウンスが終わったら郵便物を見てください。そしたら昨日ね、いただいた、昨日なんか送るよっつっていた、J 君から海賊のタグをもらうことができます。はいはい、2つともワンピースですね。はい、2つともワンピースでしたけども、はい、このように集めていきます。はい、でこれで終わりかってわけじゃないんですけど、これの繰り返しでございます。もうね、ほらこのようにまたもや、J 君がこのように打ち上げられてます。でこれの繰り返しです。はい、これを、やり続けていく形になります。はい、日付は変えないです。ぜひ皆さんもやってみてください。常吉と似たようなやり方になってますね。はい、常吉も同じようなパターンです。まず、黒の海賊のコートね。はい、で赤と、青ありますね。はい、で海賊の服、3色ありますね。はい、でワンピース、3色ありますね。はい、コートありますね。コートあそこありますね。はい、でブーツ、はい、今履いてますね。今ブーツ履いてます。海賊のラグありますね。で床ありますね。壁紙ありますね。で火事ありますね。宝箱あります。大砲あります。横たわってる、樽あります。黒いバナナあります。で青もあります。で赤も持ってます。赤青黒あります。はい、海賊のね、この帽子あります。で王冠あります。ズボンあります。でヒゲあります。でパッチあります。はい、まず海賊の床に貼ります。何これ、お金かこれ。壁紙いいね。あ、これ室内なんだ。これ個人的に好きなのはこれなんだよな。大海原の壁、こっちの方がなんか海賊っぽいなと思うんだけどね。でラグ、もうでかい、意外とでかい。じゃあ呼びます、住民呼びます。よーし、じゃあ着替えてもらおうか。これですね。えい、オッケー、はい、オッケーです。あー、やっと終わった。